皆さんこんにちは。抹茶商店の松本です。井上です。漫才を始めるわけじゃないんですけど、あの7月の30日と31日に、あの玉木新音さんの、会場というか場所をお借りして、あの日々これ優しい暮らし展アット玉木二名さんを開催させていただきます、はい、いただくことになりました。よろしくお願いします、はい、日々これ優しい暮らし展とは、私たち抹茶商店をはじめ、いつもは7ブランドで本当にこう優しい暮らしとか、あの丁寧な暮らしとか、日々いいものを使っていこう、あの美味しいものを使っていこうっていうような、ものを集めたチームですね。チームがありまして、あのそれを今回は玉木さんのところでマルシェ形式でさせていただきたいなと思ってます。この企画の中には30日だったかな、30日は、あの土曜日土曜日の方は、あの抹茶商店がカフェを作ったら、まあ、ハッカレー町はもちろんのこと、今回はいつもお世話になっている、あのまあ、仲間の中国茶教室の先生林先生を、お招きして一緒にこうコラボで、あの冷茶ご飯みたいな、あのマレーシアとかではサンダーティーライスっていうんですけど、そういうのとかこうあの皆さん料理お上手なので、あの豚汁を、割烹着着てお母さんのような感じで、お疲れさん、豚汁出します。あとは玉木さんのこう地元でもある福井県にこうあの農業友達がいてて、あの自然栽培っていうんですか、その梅を使った梅ジュースをこう井上さんが作ってくださる予定で、でまあ、そういうメニュー展開で抹茶商店にカフェがあったらみたいなのをその中にも盛り込んでいきたいなと思います。で、参加してくださるブランドさんは抹茶商店合わせて6ブランドありまして、オリワさんっていう京都のオリーブオイル、ニュージーランドからコアオリーブオイル直輸入したオリーブオイル、僕はこうレモンの入ったオリーブオイルが大好きで、株を切ってそれに塩を振ってオリーブオイルで食べたりしてますね。次がニノラクさんっていうお茶屋さんなんですけど、愛媛県で紅風紀お茶の栽培から もちろん無農薬でっていう形で、で紅風紀っていう茶葉を使った、緑茶と紅茶ですね。ボディークレーさん、粘土、モンモリナイト、モンモリロナイト、モンモリロナイト、古代の粘土層、保水力が、ね、高い粘土質を利用された基礎化粧品作っておられます。で、一番人気は粘土の歯磨きっていう、こう自然の粘土の力でこうあの汚れを吸着して落とすっていう、マールさん、オーガニックコットン、伊藤もオーガニックコットンの、肌着ですね、子供さん用もあります。女性用、男性用、子供さん用、全年齢の方対象、締め付けないで流れがよく、あ、そうですね、でこう体温も上がられるとか、ヌイートまできめ細かく気を配られて、オーガニックコットン使われてます。玉木姫島店さんも参加してください。あっちにある島店さん、はい、で織物、流れていきました。織物、小物、食べ物などをそのこだわったよりすぐりのものを集めてっていう、本当にこう地域の播州の方のいろいろないいものが集まってきてて、すごくこう楽しみにしてます。はい、島店に行くのも楽しいんですけどね、どんなものを持ってきはんのかとかっていうのを僕すごく楽しみにしてます。に抹茶商店はそのレチャー、ハッカレチャーという、昔からこう東南アジア、まあ、中国発祥のハッカっていう民族の間にもう1000年以上前から続く伝統的な穀物茶を日本で唯一広めているこう商店なんですけど、そのハッカレチャーっていう、こう豆穀物をすりつぶしたお茶を僕たちは紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。と幅広くこう楽しんでいただけるように考えております。はい、30、31は、6社のマルシェ、
30日は抹茶カフェもあります。抹茶カフェも同時開催という形で、はい、ぜひぜひたくさんの方が来てくださることを、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあねー。じゃあねー。